ギザの大ピラミッド、ギザの大ピラミッド、ギザの大ピラミッドは、エジプトのギザに建設された、世界の七不思議で唯一現存する建造物である。紀元前5世紀のギリシャの歴史家、ヘロドトスの歴史において、クフ王のピラミッドとして報告されているが、この時点で建設から2000年以上経過していた。ケオプス。 クフ王は50年間統治したと言われている。ケオプス王が崩御した後、兄弟のケフラン、カフラーが王となった。ケフランもピラミッドを作った。それはケオプスのピラミッドよりも12メートルほど低かった。だがそれ以外は同じような大きさのピラミッドだった。ケフラン王は56年韓国を統治した。その後はケオプス王の息子ミケリノス、メンカウラーが王位を継承した。 ミケリノソンは父親よりも小さなピラミッドを残した。建築年代については諸説あり、一般的にエジプト第四王朝のファラオ、クフ王の墳墓として、紀元前2560年頃に20年前後、かけて建築されたと考えられている。なお、19世紀のフランス人考古学者、オーギュスト・マレットによってギザで発見され、 現在カイロ博物館にあるインベントリー石碑にはピラミッドはピラミッドの女王女神イシスに捧げられたものでありスフィンクスも大ピラミッドもクフ王が大いにつくはるか昔から存在していたのでありまたクフ王の墓は東側の脇にある三つの補助的建造物の一つがそれであると書かれる他のいくつかの遺跡も同じ 完成時の高さ146.6メートルは14世紀に林間大聖堂が完成するまで世界で最も高い建造物であった。一般にピラミッドの出現はファラオ、王を頂点とした中央集権国家が確立したことを示している。したがってピラミッドの建造が盛んなことはエジプト中央集権国家としても正規であったと言える。ギザの三大ピラミッド。 ギザの大ピラミッド、クフ王のピラミッド、カフラー王のピラミッド、メンカウラー王のピラミッドが建造された時代は、エジプト皇国時代、第3代六王朝であ、この時代のピラミッドは、規模、技術ともに最高水準を示すことから、当時のことは、別名で、ピラミッド時代とも言われる。なお、このピラミッド及び、クフ王について説明したヘロドトスはこれより2000年ほど、 後の時代のためであることや様々な理由から、現在では、クフ王の応募とする説に疑問が呈されることも多い。なお、ピラミッドの語源は、諸説あって確定できない。語源の最も有力な説はギリシア語で三角形の、パンゴサスピューラミス、ピラミス、ピラムスともに由来する、という説である。古代エジプト語名は、メル、メール、ミスターで、登るという意味。見る ブルトも発音し、ヒエログリフでは三角形の下に地上を表す長方形がついたもので表記した、書記。クフ王が建設したギザの大ピラミッドは、ピラミッド建築の頂点とされ、最大規模を誇る。現在高さ138.74メートル、元の高さ146.59メートル、底辺230.37メートル、勾配51度50分40。 容石、約235.2万メートルで、平均2.5トンの石灰岩を、約270万から280万個積み上げたと、計算される。長さと高さの比は、黄金比であるとする属説があるが、実際に計算すると、黄金比との相対誤算は3%強であり、方位の誤算で1分程度に収まるピラミッドの、建築技術に比して際立って大きい。 14世紀に林間大聖堂の中央塔が建てられるまで世界で最も高い建築物であった。こうした規模とともに、移出未技術も最高水準にある。例えば、底辺の長さの誤差は20センチメートル、方位の誤差は1分57秒から5分30秒という正確さである。王の間上部には重量軽減の間と呼ばれる空間があり、 19世紀にイギリスの軍人が葉っぱによって発見した。最上部には、クフ王の名前、字が間違っているが残されている。王の間と女王の間にはそれぞれ通気口が存在する。これは、シャフトの名で呼ばれ、部屋の温度を一定に保つためのものと考えられているが、女王の間から伸びるものだけは通気口と見るには、量が塞がっており、 また構造的にもピラミッド内を右往左往するなど、妙な面が目立っていた。女王の間の通気口とされている、この穴はなぜか、薄い壁で巧妙に封鎖して隠されており、これは1872年にフリーメイソン単員、ウェインマン・ディクソンが発見するまで存在すら知られて、いなかった。さらに1993年に、ルドルフ・ガンテンブリングによって行われたロボット、 ウップワウトによるシャフト調査で女王の間から伸びている。この小さな通路だけは外部へ通じていないか、リカピラミッド内の回廊を避けて設計されており、独立した通路として別に長々と蛇行していたことが明らかになった。さらに通路入り口より60メートルほど先に、聖堂の取っ手が取り付けられた厚さ 6C ほどの石灰岩の扉で閉じられた部屋があることがここで判明している。 その後の調査で、扉にドリルで小さな穴を開け、そこにファイバースコープを差し込み調査の結果、扉の向こう側に、ひびの入った壁が確認された。エジプト考古学長長官ザヒハワス博士は、この空間が、クフ王の現室につながっている、可能性が高いと考えている。さらに、王の間のシャフトはオシリスを表すオリオン座の3つ、星を、 女王の間のシャフトは意思を表すシリウスの方向を示している。これは古代エジプト人のオシリス信仰によるものであるとされている。ギザの大ピラミッドに使用された石灰岩はピラミッドの500メートル手前の石切り場由来とされる。すぐ近くに建設に関わった人々の街も築かれた。ナイル川の氾濫する7から9月に仕事を失った。 農民が集められて建設に動員され、4000人の作業員が建築に関わったとされる。以前は奴隷がピラミッドを作ったとされていたが、町には2万人以上が生活した痕跡があり、作業員は家族と共に暮らし、報酬やパン、ビールも与えられていた。切り出された石灰岩は平均2.5トン程度の重量があり、300万個が使用された。 これとは別に1個60トンを超える花崗岩の石材が王の間に多数使用されている。建設法としては3つの説が提唱されている。ピラミッドまで緩い斜面を持つ1本の直線の通路を作り、そりで石材を引き上げて建築する方法。斜ピラミッドが高くなるにつれて通路も長くなり、最終的にピラミッドと同じ容石の材料が 通路を折るために必要となる欠点が指摘されている。一方、ピラミッドは高い部分になるにつれ必要な石材の量は減るので、建設が進行すればするほどピラミッドより通路の設置の方が大変になることなる。斜面の傾斜を5度とすると、ピラミッドの頂上を作るときには長さ 1.6km の傾斜通路が必要となり、石切り場から ピラミッドから逆の方向に 1km 運んでから直線傾斜通路に乗せることになる。またピラミッドが完成した後にピラミッドと同じ体積の石材を使って作った通路を撤去する必要がある。ピラミッドの外周に沿ってら旋状の細い傾斜通路を設けたという説。細い通路しか使用できず通路自体によってピラミッドが隠されてしまい。 建築中の測量ができずに稜線が曲がって島危険が指摘されている。フランスの建築家が提唱した説。もともとは同じ建築家だった父親がピラミッドの中に螺旋状の通路があるはずだという発想から始まっている。この説を受けて現地の調査でも内部通路が塞がれた跡が見つかったり、1986から1987年の フランスのピラミッドの重力分析によって内部に15%の螺旋状の空洞の存在が示唆されていたことが改めて着目されるなど注目を浴びている説。内部の通路の傾斜は4度、総延長は 1.6km で内部の比較的浅い場所を4から5周回って頂上近くにまで至っていると予想されている。ゲイチ3の建築には直線傾斜路が使用されたとされる。 これは前日の60トンの花崗岩などを運ぶ必要があるため内部トンネルだけでは建築できないためであるこの時に大回廊にはバラストと搭載したソリが設置されエレベーターの原理で石材の引き上げが行われていた用が済んだ直線傾斜路は解体されその石材はピラミッドの建設に転用された崩壊したアブグラブ神殿でも同様の内部トンネルが 確かに存在したことが確認されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。